はいどうもカッパ炎上ですいや今日もさっきね発作でねもう危うく死にかけたっていうそんな状況なんですけども今日もこっちで1個だけちょっとねニュース見ていきましょうかこういう時に限ってまあまあ興味深いニュースがねいくつもあったりするんですよね 元気な時はそうでもない日があったりなんかして、まあまならんでさなあっていう感じなんですけども、自分の体調も含めてね。まあ、この総裁選の話もそうですし、あと、いろんな人がいろんな人に対してね、まあ、それぞれなんかコメントしてましたけど、応援してみたり、草してみたり、絡んでみたり、ハッヒーさん、まだなんか懲りずに高橋さんに絡んで突っかかってってましたね。昔なんかが、あの、覚えてますかね、まあ、たまたま今日は総集編でね、 あの例の靖国参拝の件でこの絡む、そういう話があるんで、まあ、興味あったらなんか、合わせて見ていただいて、確認してもらったらいい,い,いと思いますけど、まあ、根に持ってるんですよね、結局ね。うん、で、そんな中、まあ、小泉進次郎さんをやたらとこのアシストする人がまあ目立つ中で、このガース、菅元総理ですよね。 この人の話がちょっとなんか興味深い話が一個あってね。だからまあ総裁選と直接とは関係ないんですけども。でもこんな人があ全力でプッシュしているこの小泉さん。やっぱり総裁になってこの総理やらせるわけにはいかねえなって改めてその確認っていうんですかね。ちなみにちょっと話変わるんですけど、あなたはね、利権、利権って聞いて、 パッと何を思い浮べますまあもう利権だらけなんでね細かいとこまで見てったらもうほんとキリがないもうありとあらゆる、ね、全ての中でどれっていうのか絞るのもなかなか大変なんですけども例えば最近の新しいところで言うとこの電動キックボードなんかも言われてますよねなんでこんなもんね許,許可してんだよっていうそういうので。 あとは、いわゆるこの SDGs から始まるこの再エネとかこの太陽光とかあの類ですよね、うん。と、あとこの不良外来種なぜか堂々と日本に入国し続けることができる、ね、いわゆるこの自称難民たち。特にこの不良外来種はなかなかでかい山ですよね。うん でね、この不良外来種特にこのグエンとかさ、まあ、古いところで言うとこの、ね、あの半島や大陸昔から日本ってさ不良外来種でもが日本でこの犯罪を犯すと、ね、名前伏せられたりとか、ね、この今,ど今どき時っておかしいですけど例えばこのグエン、ね、このグエンでも相変わらず日本全国で、ね、この窃盗を盗みまくってるじゃないですか、まあ、おまわりさんたちが頑張ってこの 例えば逮捕ししたとしますよねでもどういうわけか謎の不起訴って多いじゃないですか。何なんだよと。どうなってんだよと。犯罪者を取り締まるつもりねえのかよ、日本はって。僕もずーっと、ここ何年もの間、ずーっとどうなってんだよと。例えば、まあ埼玉川口クルドディンの話なんかもそうだし、他にもね、現在進行形で山ほど起きてるじゃないですか。 日本全国各地で、ね、日本人が被害に遭って、ねうんね、この日本以外のどっかあ世界中の、ね、どっかしらからこのやってきた、ね、不届き者どもが、ね、この盗んだり壊したり犯したり最近だと、ね、この日本の,この10代の若い女性をターゲットにした、ね、このパキスタンとかさあの辺なんかがこうなんか騒がせてますけどもどうなってんだよとまともに取り締まる気ねえのかよとなんでこんなことになってんだよと。 なんでこの不良外来種ね、ンパンなんだよっておかしいなって何でもの間ずーっと言ってたと思うんですけどこの原因の、まあ、全てとは言わないですけどね一つ大きな原因が最近判明したんですけどもこれがガースなんですよどうやらでね例えばこの日本はなんでこんあこれガースが言ってるんですけどもなんでこんなに日本でインバウンドが少ないのか当時不思議だったと野党時代まで遡るらしいんですけども でその頃、えーまあ八830万人ぐらいで,、ねで、同じ時期、えー、韓国は1000万人超えていたと。なんでだよと。日本の方が人口倍以上なのに。おかしいと。これは増やそうと。えー、これ、覚えてますかね。この元政府ブレーの一人の,このガースの時ですかねあの。アトキンソン。在日イギリス人。 ねえこの肩書しっかり今となっちゃう反日活動家ですけど、まあ、当時から反日活動家の一人だよなこんなやつは例えばいまだにこのなんか想像がちょっとくすぶり続けている、ね、えこのーゲームのさあの「アサシンクリード・シャドウズ」って、ね、このゲームを取っかかりにしてこの日本に、ね、この黒人の,この奴隷貿易の歴史を一切がかこの日本起源みたいな感じで追っかぶせてさ ね、あのフラカスども主に、ね、この欧州の,、ね、この白人どもがやらかした、ね、こ切った黒歴史をなんかこの日本にこのね日本を悪者に仕立て上げてっていうそういう活動、そういう話にこのすり替えようとしている、ね、でその時にもこ出てきたと思うんですけどもででねでそのアトキンソンが、えー、日本は、ね、こんなに観光資源があってなんで少ないのか。 来ないようにしてるやつがいるんだ、邪魔してるやつがいるって。で、確かにビザが取りにくかったと。で、その原因が、ね、法務省、あとこの警察ねこいつらが鍵を握っていたのが分かったと。で、犯罪を恐れていたわけですよと、このガースが言ってるんですよで。海外はね、この外来種入れて、ね、犯罪なんてないんですからって言い切っちゃってるんですよ。 どこ見てそんなこと言ってんだよな、このポンコツ。で、その後、官房長官になって、えー、安倍総理からの,この方針として、観光立国を目指すっていうのがあって、でそれを受けて、えー、関係閣僚を集めて、特に法務大臣と国家公安委員長に、ねえー、要はこの、緩めさせたんですよね、取締りの手を。ほぼほぼが,がっちり鍵かけて、ねえ。 この絞,る絞れるだけ絞ってたのを開けさせたんですよ。簡単に入ってこれるように変えさせたんですよね、ガースが。で、10分で決めたと。当時はタイとかベトナムとかからめ、えー、初めて面白いように入ってきたと。うヘラヘラ笑ってるんですよ、こういう話しながら。自分の手柄のように。で、えー、当時警察庁の人が。 いや菅さん、当時この官房長官だから長官、これ大変なことになりますよと、こんなにこの外国の人入ってきたら犯罪増えるに決まってますからって、そういう悪いやつ取り締まる、捕まえるのがお前らの仕事だろうって言ってやったんだよねって笑ってるんですよで、その後5年間で、ね、836万人から3200万ぐらいまで増えたと、いやー、来てくれたんですよってほざいてるんですよ、このアホは。 こいつのせいかよ。ふざけやがって。で、これ画像がね、まあちょっと見にくいですけども、ね、日本のこの外国、不良外来種、ね、この犯罪率ですよね。で、もうぶっちぎりでグエンですよ。で、次が中国。まあ他にもいろいろ続くんですけども、まあこいつらですよ、こいつら。なんなの、この海外からこの不良外来種呼び込んでも犯罪が増えないって、どういう勝手な。 うとんでもないこのなんかもう検討違いな、開目検討違いなこの勝手な思い込み、どっから来てんだよな。こいつ、マジふざけてんな。もう死刑でも足らねえよ。もう今更どうすることもできねえじゃねえかよ。ていうかできねえじゃねえ。おめえ何とかしろよ、責任持って。ふざけやがってガース。余計なことばっかしやがってな。もう今後あれですね。今まではほら、あのコロナで大変な時に踏ん張ってくれた、 ね実は地味にね、うん、あのー、誰もやりたがらないタイミングでやりたがらないことを頑張ってやってくれた実はこのなんかね、えー、歴代数えても優秀なねえー そういうなんかこの政治家の一人にこの数えるなんていうそういう判断もあったぐらいでまあちょっと万説じゃないけどあのこの嘘っぽいの件がねちょっとこのケチつけたもうそんな可愛いもんじゃねえな今現在のこの現在進行形でこの不良外来種どもが暴れ倒しているね一つの原因きっかけをこのまんまとこの作ったのがこいつだったっていうそういうことだよなふざけんなよったくよっていうお話でした今回は以上です